松岡岩鉄運命の一言。プロレス&ボクシング1968年2月号日本プロレス選手一覧表に掲載されているプロフィールでは、松岡岩鉄本名松岡正夫、37年1月プロレス入り、同年3月デビュー、200ポンドとなっています。プロレス&ボクシング1966年10月号時代を担う若手レスラー寸評より一部抜粋してお伝えいたします。松岡岩鉄、根は善良ないい男だが君近で損をしているところがある。岩鉄というリングネームそのままのファイトぶりで、なかなか見せるレスリングも板につき観客席をわーっと沸かせるツボを心得ている。何事にも短気で、よく短気は損気という言葉があるが、この言葉の通り損をすることもまた多い。レスリングは無法流の使い手だが、グラウンドレスリングが得意で、寝てからかけるヘッドシザースなんか立派なもの。得意技は死を呼ぶ頭突きで、大木や分厚い板を相手に額を磨き上げている。マットに上がってレスリングをしている時が一番楽しいし、プロレスぐらい男らしい商売は二つとない。松岡はプロレスのために生まれたようなものと言えるが、とにかくプロレスを骨まで愛している男である。短気というものの義理人情には熱いところがあり、特にエチケットに反したことは未だに一度もない。吉村はなかなかいい根性を持っているし、レスリングも迫力があるが、惜しまれることは何と言っても体の線が細いということだ。どうもオーバーワークではないかと見られるが、とにかく練習はよくやっているので、メインイベンターにきっとなれると占っていた。松岡の夢はパッドコーナーのようになりたいことだというが、期待できる。プロレス&ボクシング1968年6月号松岡岩鉄物語より一部抜粋してお伝えいたします。力道山はこう言ってくれた。松岡、お前は体重も100キロ止まりだ。上背はもう伸びないぞ。いいか、これを忘れちゃいかんぞ。馬場や猪木、大木みたいな大型連中の真似を絶対しちゃいかんぞ。自分は自分なりのレスリングを作れ。差し当たってお前の目標は吉村じゃ。しかしそれもモノマネではいかんぞ。自分の型を作るんだ。松岡の心情はどんな時でも全力ファイトというもの。ことに日本プロレス協会所属選手の中で一番見事なのはドロップキックである。わしは身体がちっこいでしょ。だから全体重をスピードに乗せて相手にぶつけねば、なかなか勝つチャンスをつかめない。全体重を相手にぶつける技というとドロップキックしかない。助走をつけて正確に相手の喉元か胸板にヒットさせる。それも一度や二度じゃ有効ではない。二度も四度も相手が立ち上がれなくなるまでぶっ放すんです。その華麗さ、正確さ、鋭さ、ジャイアント馬場の32問キックは一発で KO するが、松岡のは速射砲のような素早さで何回も連続して繰り出す。松岡の得意技といえばドロップキック、フライングヘッドシザースなど身軽さを利用した空中技に尽きるのではないだろうか。やがて渡米して武者修行、さらにたくましく伸びる療養の未来を松岡は前途に控えている。月刊ゴング1972年11月号の苦悶10問の中で松岡は次のように語っています。昭和44年の第11回ワールドリーグ戦のすぐ後にアメリカに行ったんだから、随分と昔の話よね。1月帰ってきて羽田の税関を出た時びっくりしましたよ。お帰んなさいの横幕があり、レスラー全員が迎えに来ていたのには、行く時はちょぼちょぼーとね、羽田で思いましたね。僕が行く時にいたババア、猪木といった金看板がいなくなって日プロは大変なんだなとね。今坂口誠二選手一人でしょ。
新看板がニプロでは、もう一人金看板が、あれかな、それは沖選手さん、沖さんですか。その金ちゃんがジャイアント馬場のインターに挑戦するのは、このところ金ちゃん売り出し中の巻じゃないか。馬場選手も契約途中でニプロを飛び出していくんだったら、レスラーとして堂々と大木さんの挑戦を受けるのがプロレスラーの本分じゃないかな。僕が馬場選手の立場なら断固として挑戦を受けて立つがな。海外遠征に出発するときにはちょこちょことした見送りだったのが、帰国のときにはレスラー全員で迎え、これは馬場猪木の抜けた後の休場ぶりを物語っているかのようです。そして2人の抜けた後のニプロの金看板を坂口1人だけだと思っていたこと、つまり大木を金看板として認めていなかったこと。しかし強烈なのはインター選手権に関しての馬場批判でしょう。2002年発売激録馬場と猪木第10巻からこの流れを要約しますと、1972年7月馬場は日本プロレスに辞表提出、独立を発表。会見では保持していたインター選手権は現在も自分が王者であると主張。現在行われているシリーズには出場し、終了後の8月18日以降に行動を起こすと明言します。しかし日本プロレス側も辞表を簡単には受理せず、コミッショナーとも話し合いがなされるも、馬場の意思は変わらず。すると日本プロレスは8月25日馬場離脱後初のシリーズ開幕戦の日に、9月6日7日に大木金太郎とのインター選手権2連戦を発表。馬場がインター選手権は NWA から認可された自分のタイトルであるから持って出ると主張しても、タイトルの管理開催認可の権利は日本プロレスコミッショナーにあるのだから、決定には従わなければならないとニプロは主張。これを受け馬場は NWA のフレームの外に出てしまうわけだからとタイトル返上。独立会見の時にはまだその自覚がなかった。大木から逃げているわけではないが、無用な争いはしたくない、引き際をきれいにしたいと語り、ニプロから去っていきます。馬場は直接このインタビュー記事を目にしていなかったとしても、どこかで松岡の発言を耳にしていた可能性はあります。だとしたら当然面白くはなかったでしょう。しかしその松岡が73年日本プロレスの崩壊に伴い全日本のリングに上がることになるとは、さすがにこの時点では馬場も松岡も予測していなかったことでしょう。旧日本プロレス勢を全日本に上げることには最初から乗り気ではなかった馬場ですが、その中でも自分を批判した人間は使いたくないと思ってしまうのも理解はできます。結局松岡は全日本には数ヶ月しかおらず、そのままフェードアウトするような形でマット界から去っていきます。